はい、こんにちは。こんにちは。お名前をお願いします。森江ずなです。はい、今回はリンゴルフ、今フューチャーズトーナメントっていうのをやってるんですけど、はい、そこに出場してくれた、森ちゃんの、はい、練習現場に密着って感じで来てます。はい、場所は神奈川県、はい、神奈川県、はい、平塚にある湘南銀河大橋ゴルフ練習場、はい、来てます。はい、初めて来たんですけど、すごいですよね、ここ。いや、ここすごい。そうなんですよ。めちゃくちゃ広くないですか。350ヤードぐらいあるのかな。そんなにあるのね。フランスコショートコースあるし。そう、しかもショートコースもあって、天然芝でも出ます。練習できる。はい、出ます。やばいっすね。で、森ちゃんなんですけど、はい、ピッチングの資格を持ってるんで、はい、せっかくだったらちょっとなんか何本か、はい、視聴者さんのためになるような、はい、レッスン動画みたいなのを撮りたいなと思って。はい。はい、ラウンド前の練習みたいなのをして、はい、だいたい30球ぐらいゴルフ場ついての練習、こんな感じでやってみますみたいなところからやっていきたいと思って、はい、よろしくお願いします。最初はウェッジですか。ウェッジで48度から私は行きます。そうなんですね。はい、短いクラブでフルショットから、こう体をほぐすために短いやつだけ最初やっちゃうと手だけでこう打ちやすくなってるんで、基本的にはフルショットからやりたいんですけど、長いクラブからやっちゃうとまたそれもそれで天地から入っちゃうんで、短いクラブもフルショットからってので48度で最初はやります。90ヤードの日もあれば100の日もあるから、そうです、ね、しっかりこう48が100だってこうちょっと決めて打たないで、そうです、そうです、自分のこの体の調子だったり調子を確認して、まあ、あくまでラウンド前の練習ってことだったんで、確かにだいたい90、あ、今日は95ぐらいだなと思ったらこれが95ヤードになるんですよ。まあ、120飛んだりとか、なんか70ヤードになったりとかっていうのはないんですけど、まあ、だいたい10ヤードぐらいの時もあるんで、ある程度このぐらいの距離なんだな、何もするようなんで使っていくっていう感じですね。はい、28度終わったら嫌な7番やる。7番もあれです。アバウトに何ヤードぐらいってなるけど、はい、絶対それを打とうってあれじゃなくて、そうです、ちょっとこう体の動きに対してどのくらい飛ぶかって。そうですね、はい。ダマだな。でしょ。そうそう、森ちゃんなんですけど、はい、高校は埼玉栄、はい、大学が日大、はい、ところで、がっつり名門。でもやっぱりアマチュアの方って大人になってからやる方多いじゃないですか。はい、
構こう140ヤード、はい、まあ、7番だってこう決めて打つ人とかもいると思うんで、そうするとやっぱそこに合わせようとしてこう体が自然に触れなくなっちゃうんで、ジュニアからやってる人は感覚じゃないですか。感覚が多いですね。それをこう頭で考えるとなるほどなっていう感じで、なんかこう女子プロのスイングを見るのもすごく大事なんですけど、その形を無理に真似しないだけは今から始めてる方には気をつけてもらいたいし、下手みたいな原因になっちゃうし、そういう人も大事だと思います。なるほど、はい。出てくれたけど、あれですよね、レッスンもやってるんですよね。やってます、はい。そうです。